全国の大円球を愛する皆様ようこそジャパンラグビーリーグワンへ来年1月7日開幕します日本最高峰の戦いリーグワンの YouTube ライブそのボリューム1の模様ライブ配信でお届けしてまいります進行を務めます矢野武ですさあでは早速本日ご一緒するお二方ご紹介しましょうはじめに一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン正治はじめ専務理事ですよろしくお願いしますよろしくお願いします正治でございますよろしくお願いします さあ、そしてもうお一方です。この度ジャパンラグビーリーグ1オフィシャルサポーターに就任なさいました伊吹レイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそラグビーの世界へ。<laughs> <laughs> まあ今回伊吹さんがジャパンラグビーリーグ1のオフィシャルサポーター、いわゆる今日はデビュー戦、ね。そうですね。ですね。ぜひラグビーファンの方にちょっと知ってもらうための自己紹介お願いしてもらっていいですか。はい。この度リーグ1のオフィシャルサポーターになりました伊吹レイと申します。 私はですね小学校4年生ぐらいの頃からバレーボールをずっと大人になるまでやってきましたでお仕事とかはと世界をこう旅してあの自分で面白いと思ったものをレポートしたりですとか、はい、あとはアスリートの皆さんを取材してあのいろいろ聞き出すっていうこととかあと体験させてもらったりとかをやってきました、うんはい、そういう経験を生かして盛り上げていきたいと思っています、はい ちょっとゆうきさん、意外だったというか、あ、素敵だなと思ったのが、はい、パンツでデニムでいらっしゃるって。そうなんです。ええー、新鮮、はい。あ、本当ですかはい。あ、そうですか、えー、いや素、素敵だなと思って。<laughs> はい、そうですね。あもう普段からデニムとか、はい、あの、 パンツスタイルが多いので、うん、ここでも、まあ、自分らしくというか、楽しめたらいいなと思って。よろしくお願いします。頑張ってください。<laughs> はい、お願いします。で、そういえば、庄司専務理事のことも、あまりよく皆さんご存知ないかもしれませんが、ラガーマンだったんですよね。あ、そうですね。はい、あの、大学。 社会人、社会人まあ、本当の銀行での普通のプレーヤーですけども、うん、あのずっと30ぐらいまでラグビーやってました、はい、まあ今、7月からリーグワンの専務理事になりまして、はい、今、チームの皆さんリーグの事務局のメンバーで、うん、あの開幕に向けて邁進しているというところですうです、ねまあ、この度、び、その皆さんがジャパンラグビーリーグワンのオフィシャルサポーターにこう選んだのが伊吹さん庄司、えー、さん、伊吹さんにお願いしようというのはどういうところだったんですかそうですね あのもう実はラグビーワールドカップ2年前になりますけれども、はい、本当に素晴らしい盛り上がりであのラグビーの魅力を多くの方に知っていただく素晴らしい機会でした。うん、でリーグワンもコアファンの皆さんはもちろんこうした新しいファンの皆さんにもラグビーの素晴らしさを知っていただく場にしたいというふうに思ってます。でいいさんんスポーツををめすごくいろんなこことととに関心をお持ちということで で特にラグビーに関してはワールドカップの時に大ファンになったというお話を伺っています、うん、でそんな伊吹さんにぜひ新鮮な目でラグビーの面白さ、うん、またはラグビーに対する疑問そうしたものをこう挙げていただいて、うん、それでファンの皆さんにお届けできたらそこはファンの皆さんはもちろん、うん、え新しいファンの皆さんにもラグビーの素晴らしさをより知っていただけるんじゃないかと、うん、まあそんな気持ちを込めて伊吹さんにお願いしています。なるほど まあ今ワールドカップでというお話もありましたけど伊吹さん出会いはラグビーを初めて見たとか触れたっていうのは、まあえっと、2015年のワールドカップの南,<う>南アフリカ戦が、えっと、一番私が最初に触れた時なんですけど、えー、あの最後の5分とか10分で逆転して勝っていく試合で、はい、なんだこれは面白いってその時になって、うん、で2019年にまた。 南アフリカ戦があったのを楽しみに見てたんですけど、うん、ちょっと負けちゃってね残念ですごい涙したのが思い出ですねう実際にこうご覧になったことはお現地は行かれたんですかまだ行ったことがないです あ、そうですか。ワールドカップはこのテレビで感じました。テレビでいつも見ていました。<ー>はい、録画して全部見てましたで、はい。でも日本中がすごかったですよね。すごかったですね。まあ、うん、スポーツに興味がない周りの友達もみんなラグビーの話を一時期してたので、<ー>いやもう本当に大旋風が巻き起こったんだなっていうのを感じましたね。まあその最後準々決勝はね、日本代表を南アフリカに敗れましたけども、そのほかも何かこうこんなシーンを覚えてるなとかってありますか。そうですね。でも。 やっぱり印象的だったのは選手ででであったりとかでもそうですね福岡選手の速さ <laughs> なこんなに速いのみたいな、うん、<laughs> 誰も追いつけないシーンがあったじゃないですかはい、はい、こんなに速くボールを運べるんだっていう衝撃をあの時受けましたね、うんうん、あとはこの試合に敗れた後の選手たちの涙がすごく印象的で。うん もう本当に何て言うんですかね、透明な目というか、もう濁りのない目で、うんうん、あの涙を流してるシーンが、もうこの4年間どんだけ努力してきたんだろうなっていうのを見てる側は思っちゃいましたね。はい、そうですね。庄司、うん、さんはどんなふうに見てたんですか19年大会？いやもう19年大会はもう一ファンでしたけど、うん、私合計16試合見まして、<laughs> 本当に夢のようなライブでしたね。えー うれでやっぱり嬉しかったのはもちろん日本が活躍してたのはもちろんなんですけれどもあのスタジアムでもう世界中の人が集まって、うん、それであのもうチームに関係なく応援してで私も本当にもう隣同士いろんな人と仲良しになりましたけども<ー>このラグビーの場でいろんな人が出会ってそれでラグビーの素晴らしさを語り合ってるというのこれに本当、陶酔水しました。うん、もう土日で 陶水は終わりで、月曜日から普通に働こうと思ったんですけど。<laughs> もう月曜日の朝ラグビー仲間から。どんどん電話がかかってきて。はい、あの午前中は仕事にならないって。いうのが続きました、ね <laughs>。まあ、でも、その景色リーグワンでも見たいですよね。ねそうですね。はい、ぜひ、もう再現したいと思います。そうですね。できると思ってます。由紀、うん、さんは、こうラグビーというもの自体は、どんな印象のスポーツだったりなんですか。そうですね。初めて見た時は。やっぱり、その国際色豊かはい、はい、な雰囲気に、最初は驚いて。うん であのルーツは違えどジャパンスピリットっていうんですかもう魂を持ってこう戦ってる姿にすごいかっこいいなって思ったのが最初ですね。あ,あ,あと墓とかもびっくりしましまたなんか普通はスポーツだけでこうなんですか勝敗が決まるところもそれ以外のところでもなこのなんてなうんですか駆け引きじゃないですけど心理的にこう。 やる、うんうん、っていうのがすごく新しいなっていうか、うんうん、面白いって思いました。確かに試合の前に急に戦いの舞を踊り始めるってい、ね、う。しかも選手、これから出る選手たちがやってるっていうのが、すごく衝撃でしたね。ねうん、ちょっと飛躍し、かもしれませんが、庄司さん、ひょっとしたら、リーグワンでもそういうチームが出てくる可能性も。いや、あの、もちろん、その、はかはないかもしれな、うんはいはい。あの、今回リーグワンには、あの、引き続き多くの。 そのの海外からの選手が参加してます、うん、で実はこうした選手あの話してみるとワールドカップの時にやっぱりファンの皆さんの応援が素晴らしかった、うん、日本のスタジアムが素晴らしかったでだから日本でぜひプレーしたいリーグワンでプレーしたいという選手が非常に多くてまさにそのワールドカップの時と同様のですね非常にこうグローバルなその雰囲気、うん、これを味わっていただけるというふうに思います。うんうん、なるほどで ゆうきさんやっぱり初めてラグビーを見始めたりにわかファンって言われる愛す,愛すべきにわかファンの方々最初はやっぱりルールにどうしてもちょっと壁にぶつかるって聞きますけどどうですそうですね多分あの正確なルールは把握できていなかったと思うんですけど、うん、なんとなく見ていてあこれ今のってこういうことだからこういうプレーになったのかな <laughs> みたいなちょっと推理しながら見て、うん、私はなんかある程度。 まあこういうことなのかなって分かりながら見れたような感じはしましたね。じゃあラグビー詳しい人と一緒に見に行ったりするとまたね。いやそうなんですよ。あの細かいところが多分全然分かってないと思うので、うん、そういうところをねちょっと詳しい方に聞きながらーー教えてもらいながらもっと知っていきたいなって思いますね。まあなかなかね去年なんかはこう去年今年もそうですけどコロナ禍その中にあってなかなかね会場で見ることってできないんですよね。そうですね だから今回ね1月に開幕しますけど、はい、それを生で見に行けるっていうのが、うん、テレビであんなに興奮したのに生で見たらも,うもっとすごいんだろうなっていうのがすすごく楽しみでででねやこのの初体験ができるそのオフィシャルサポーターとしてですけれども、まあ、今日がデビュー戦第1ラウンドですけどどんなこう活動をしていかれる予定なんですか、えっとまあ、今回の,、ね、の YouTube ライブが初めてなんですけどあとは試合を見に行って選手たちの、うん えっと、気持ちを聞いたりとか、うん、あとはチームの特色とかを聞いたりしてあの自分の言葉でこで魅力を発信していけたらいいなというふうに思ってま,す、うん、まあちょっと重複するかもしれませんがこんなことやってみたいな理想みたいなのでも構いませんぜひぜひ、えー、ジャパンラグビーリーグワン2022年シーズンの目標、まあ、抱負も含めてて教えてください私やりたいなと思っているのが、うん、あのツイッターとかで。 1一日一ラグビーみたいな感じで、はい、<laughs> ちょっと上げてみようかなと思っててあのルールもまだこれから学ばなきゃいけないし、うんえっと、もっとたくさんの人にも知ってもらいたいのでまずラグビーを、はい、のためにルールとかもそうですしあとはこの選手を取材してみて、うん、この選手意外とこういうところがあったよとかこういう豆知識みんな知らないけどこういうところあったよっていうのを。 私目線でこう毎日1個ずつつぶやいていこうかなと思っててそれをまあね 6, 6月までどうか続けたら結構詳しくなるかなと思うので見てる皆さんと一緒にこう成長していけるようなトライができたらいいなと思ってますいいですね庄司さんそいぶきさんのツイッター見てるとだんだん皆さん一緒に覚えていくみたいなねこれから見る人なんかを。い あのもちろんそのラグビーのことをこれからっていう方にも、うん、そういうメッセージ発していただきたいと思いますし、うん、もうラグビーのことをよくご存知の方には是非伊吹さんからの質問に積極的にこう答えていただいてあ<ー>それで、まあ、そんなそのずっと今までのファンの方と。 新しいファンの方が伊吹さんをこうまあ元にこうつながっていくっていう、うん、そんな風になったら素晴らしいなっていう風に思ってます、うん。そうですね。ぜひぜひラグビーを愛していただきたいと思います。はい、はい、皆さん教えてください。いろいろ楽しみにします。頑張ってください。よろしくお願いします。さあ、そしてここからはですね、えー、視聴者の皆様から寄せられたまあ事前にこうツイッターなどで、えー、質問を募集しましたが、そこで寄せられた質問に庄司さんが答えていただくというコーナー。<お>教えてリーグワン。 参りたいいと思いますささあさんまずはジャパンラグビーリーグワンの開幕節のチケットいよいよあさって11月11日木曜日販売開始になるんでですすよねねはい、えー、そうです、ね、あの開幕戦、えー、国立競技場で、えー、その久保田スピアーズと、うん、埼玉ワイルドナイツ、ま、この試合です、はいま、去年の,あの上位2チーム、えー、この試合ということで非常にこうエキサイティングな試合になるというふうに思っています。うん どううでしょうチケットの,その準備状況というか<え>販売の,あのもう今いろんな準備をしておりまして、うんえー、11月11日先行抽選販売、えーまあ、リーグ案ンに合わせて、えー、11月11日11時11分ということになってますが。 あのもう準備万端でございますので、はい、あのぜひ皆さんあの応募していただければありがたいといいとうううふうに思いますそうです、ね、そでね11月11日11時というのは開幕戦の国立でのゲームのチケットでそこから順次こう時間によってどんどん次の開幕戦のゲームも発売されていくんですねそれでは、えー、早速、えー、事前にそのジャパンラグビーリーグワンのツイッターに寄せていただいた質問をこれ伊吹さん からちょっといくつか見つけて拾って庄司、はい、さんにぶつけて教えてくださいとお願いしますはいわかりましたでは一つ目の質問いきますねサポーターズシート販売時にはどちら側がどちらのチームかわかるのだろうか他のスポーツ同様相手チームの応援グッズは使用禁止なのだろうか 詳しくはこちらを見ても、あんまり詳しいことが書いていないので、教えてください <laughs> とのことです。あ、ちょっと詳しく書いてなくて、大変申し訳ありませんでした <laughs> で。で、あの応援の仕方なんですけれども。まあ、ラグビーはこう世界中で、敵と味方が分かれて応援しないということで。あの、もう、あの、どのチームを応援しているかは関係なく。もう同じ席に座って応援するというのが、もう、これはラグビーの。 文化というか伝統でまあ私自身もあのいろいろワールドカップの時もそうですけどもまさに隣のチームの方、うん、あの要は敵,敵同士かと思ってたら、うん、日本がトライしたらもう一緒に喜んでくれるっていう、うん、まあここがやっぱりラグビーの素晴らしさでもちろんチームを応援しているんだけども素晴らしいプレーそのものを応援する、うん、これがまあラグビーの応援の仕方の素晴らしさだというふうに思ってます。 でまあ、そういう文化、伝統にのっとってあのリーグワンでもこう席を分けるってことはしないで、うん、あの皆さん、混じって応援していただいてその雰囲気自体を楽しんでいただきたいというふうに思ってます、うん、でそんな中でありますのでもちろんその敵の応援グッズ禁止とかっていうこともありませんので、うん、あの皆さん、命名のやり方で応援も楽しんでいただければというふうに思ってます。 さあたくさん寄せられています、続いても質問が何かあれば、ください、はい、こんなに高くなったら、行く気がせます開幕戦だけでなく、他のリーグワンの試合も高くなるのでしょうか。うーん確かにあ<の> <laughs> これ、開幕戦ですね、はい、この間、あのそのチケットのプライシングを発表いたしまして、それであの5万2000円、まあ、一番高いホスピタリティというのが、これを大きく、まあ、取り上げていただいたところはあります。 ただ実際はです、ね、そのホスピタリティのチケットっていうのはもちろんそこで特別な体験っということでご用意してるんですけども枚数自体は限定的で実は価格帯でいうと一番高い5万2千円から、えー、まあ大人3,500円小中高の皆さん2,500円まで実にこう幅広いうん、うん。 あの価格帯ということであの用意をさせていただいてます。うん、ですのであの高いと思わずですね。うん、ぜひあのいろいろご自身の観戦スタイルに合ったチケットを選んでいただいて、うん、あの楽しんでいただければというふうにあの思ってます。うんうん、であのまああのそうしたことでありますのであのまあ、少しですねあのやっぱり開幕ですので。 あの特別な催しっていうものもあの少しあの少しというかだいぶありますですからあの価格は少しだけあの他の試合に比べると高めになっている部分はありますただあの他のチームの方でいろいろ用意しているチケットも非常にこう多様なあのその価格のまたは多様な観戦体験をこう楽しめていただくようなチケットを用意してますのであの,あの皆さんご自身の,その好みに合うですね チケットを選んでそれで観戦をいただければというふうに思ってますうんうん、うん、まあ先ほどねでも5万2千円のチケットってなぜそうなんだろうってそうですね。でもこのホスピタリティにお金を払うっていうのはすごくどんなホスピタリティしてくれてる<う>してくれるんだろうっていう楽しみがありますね、うん、そうですねやっぱりあのスポーツを見るときに一つ 飲食をししながら見るっていうのはあのはつつ楽しみの一つだと思いますですから今回のホスピタリティ国立競技場でありますが特別なシートを用意させていただいて、うん、そのシートに座っていただいた方には後方に飲食スペースっていうのがあって<ー>その試合前であっても試合中であっても、まあ、美味しいものを食べながらまたは飲みながら。 あのゲームを完成していいただけるというのがありますそれからちょっと冬ですのであの皆さん是非1月7日ナイターに19時15分キックオフですので温かい格好で来ていただきたいんですが、うん、<laughs> あのそのホスピタリティーシートの方にはですねちょっとあの素敵なマフラーを用意させていただいてそれでそのファッションも楽しみながら、うん、あの試合を見ていただくと、うん、まあそんなことを用意させていただいてます。うん ちょっと簡単に教えてほしいんですが今までまあ例えばトップリーグの時とかチケットの買い方が、ね、変わったんですもんね。その各チームで管轄してとていうことなんですね。そ,すねそこをちょっとと教えていただけると、あのーまあ、今回、あのーまあ、皆様、あのー、あまり今までお気づきになってなかったと思うんですがあのトップリーグは全部トップリーグが試合を運営してました。で今回リーグワンこれ実はすごく大きな変化なんですが、うんあのー、基本それぞれの試合というのはチームが あの運営してでチケットのその販売者もチームということになりますでただのファンの皆さんにとってはここ少しだけわかりにくくなっちゃってるかもしれませんけれどもあのチケットはですね今までと同様チケットラグビーあの行っていただいたら。 あの必ず全試合のチーム今売り出しているもの全部見ていただくことができますので、うん、あのもしあのどこに行くかわからないってことがあったら、うん、あの去年までと同じようにまずチケットラグビーを見ていただければありがたいと思います、うん、でさらに、まあ、皆さんこう特定のチームにどんどんファンになっていっていただきたいんですが、うん、あのチームの公式サイトこちらを訪問していただければ、うん、あのそのチケット、まあ、あのどういう特典で売ってるか どういうその選考申し込みがあるか、うん、そうしたことまでも含めて詳しく書いてありますのであのまずはチケットラグビーでその次そのチームの公式サイト、うん、これを訪れていただいたら、うん、あの必ずあの皆さんがあの見たいゲームのチケットがあの手に入りますのでそういうやり方をちょっと覚えていただいてトライしていただければというふうに思います。はい まあ、ホストのチームがこうチケットを管理するのでそこのホストのチームのホームページ見るっていうのもこれからちょっと慣れていくといいかもしれませんね。ですからあのもしあのそのゲーム見に行く時にあのそのビジターの方で売ってないやつがあったらホストの方で売ってますのであのそこを訪れていただくと。 うん、ただあの重ねてになりますがチケットラグビーをこう見ていただいたらあの必ずあの両方その書いてあるところがありますので、うん、あのチケットラグビー分からなければチケットラグビー、うん、そうしていただければありがたいというふうに思いますなるほどよくわかりましたさあ井武さん続いても何かあればはい、はい、続いていきますリーグワンのテレビ放送ネット配信等の事業者は決まっていますでしょうかもしくはいつ頃発表予定でしょうか。 これあの残念ながらです、ね、あの今の時点ではまだここというところを申し上げることはできないんですけれどもあの地上波、CS 含めです、ね、あのその主要な試合についてはあの今放,映放送というものをいろいろテレビ局の方とお話ししておりますので、うん、あのこれはのまず放送であのその多くの試合を楽しめるというところがあります。開幕戦についても 地上波ないし CS で放送をいたしますので、うん、そこでも見て頂ければというふうに思ってますで一方その配信の方はですね全試合ネット配信というのもありますのでそのテレビでまたはインターネットであのその多様なやり方皆さんの観戦のスタイルに合わせてスタジアムにいらっしゃるまたはそのテレビまたは インターネットここでぜひご観戦をいただければというふうに思ってます。うんうん、なるほど。じゃこれひょっとしたらチケットの話で、ね、ちょっと重複するかもしれませんけど、ね国立以外でのっていうのもありましたね。はい、そうですね。開幕戦の国立競技場以外の試合で J R F U、JRFU 桜クラブ先行抽選販売はありますかと聞いております。はい、あのこれ今回ですね、あのまずその開幕戦の話で申し上げますと、十一月十一日十一時十一分は え、先行の抽選販売ということでこちらあの今あの伊吹さんおっしゃっていただいたそのさくらクラブとですね jrfu メンバーこの方々があの先行でお申し込みをいただけるというものになってます。うん、で、他の試合についてもですね。あの先行販売っていうのはありますが、あのこちらはですね。あの、ちょっと試合によって。 いろいろチームの方が用意している先行販売というのが違うところがありますので、うん、あのぜひ先ほど申し上げました、えー、とのチームの公式サイトの方に行って、うん、先行販売についてはあのご確認をいただければというふうに思ってますさあそんな中ですね実は伊吹さんにも事前に質問が来ているんですよモデルの視点からデザインがいいなと思うかっこいいなと思うチームのジャージってどのチームですかって <laughs> なるほど面白い <laughs> はい、ありがとうごございいますご質問いただきで先ほどね、あのーはい、見させていただいたんですけど私的には、えー、っとシャイニングアークス東京ベイユラヤスさんのちょっと光がファファファッと散りば,散りばめられたようなユニフォームがすごい可愛いなと思ったのと<ー>あとね東京サンゴリアスの「 ここにプレミアムモルツって書いてあるんですけど、ですごい黒ビールみたいな。はいはいはい、ちょっとね、黒く前回よりはいなってるんですよね。黒に黄色ですかね、が入ってるんですけど、それもちょっとビールを思い起かさせ。ちょっと待ってください、ビールいける派ですか。大好きなので、このビーを見ると、ちょっとビール飲みたくなっちゃうかもしれない。です、さあ、ラグビーはこうね、ビールと友達ですからね。そうですね、やっぱり、あのビール飲んで。 ちょっと気持ちよくなって、まちょっと今残念ながら大声出せないところがありますけれども、ね、まああのきっとあの今後の状況によってまた前のようにビール飲みながら声を張り上げて応援できるっていう日も、うん、あの近いというふうに期待していますので、うん、あのぜひそんなあの観戦楽しんでいただければと思います。うん、あのユニフォームはあの先般あの10月の初旬に記者会見させた時にあの全チームの選手あの来てもらって。 あのお披露目しましたが、うん、あの今回新リーグに合わせて全チームあのユニフォーム新調してますので<ー>あのもちろん今までの,そのトップリーグ時代の,そのユニフォームが持っている伝統は引き継ぎつつ、うん、おっしゃっていただいたような。 その色合いとか、まあ見せ方とか、その各チームすごい工夫してあのユニフォーム新調してますので、あのそれも楽しんでいただければすごくありがたいなというふうに思います。そうですね。すごい個性がありますよね。どのチームにも。そうですね。まあだからやっぱりあのユニフォーム見ながらあの実はこうスタジアムに来ていただくといかに選手が大きいかっていうのもよくわかりますので、あのそんなのこうちょっとファッションユニフォームのそのファッションとともに。 その選手の体の大きさっていうのも感じていただければなというふうに思います確かに我々が普通の一般人がレプリカジャーに来てもなんかこう腕のとこがスカスカしてるだけど選手が着るとだからパッツンパッツンなるあの感じがやっぱりかっこいいんですよねちょっと同じサイズとか置いといてほしいですねあ、確かに、ね、<laughs> このサイズみんな着てますはははいはい、はい。 だから XXXL みたいな選手たちも少なくはないというか言いますからね <laughs> そうですねやっぱり大きい選手と小さい選手だと身長差5 0ンチありますから<ー>だから、まあ、もちろんみんなあのフィジカルは強い選手ばかりですけれども、うん、やっぱり体の大きさもいろいろで,でその中でいろんなポジションで。 あのプレーしていくっていうのもラグビーの醍醐味ですから、うん、そんなものもこう実際にこう見ていただいて、感じていただければすごくいいなというふうに思います。うんうん、そうですね。さあ、ええー、ちなみにですね、あ、これ庄司さんにお話しいただいた方がいいですか。先ほどのこう放送に関してっていう質問がありましたよね。そうですね。ええ、あの地上波放送はちょっと交渉中ということで。 あのまあ地上波なのか CS なのかというところあのちょっと今いろいろテレビ局とご相談しているところで私もすごくそこ気になって <laughs> 実況アナウンサーとしては <laughs> そうなんですけどねまあでも伊吹さんこれからきっとこのお仕事を続けていくとあのどこのポジションやってみたいですかとかどこのポジションの選手が好きですかとか絶対聞かれますよね。こ テレビで見ていてもお分かりいただけると思いますけど本当にいろんな選手がいるので、うん、あのちょっと全体を見るという楽しみもあるし、うん、特定のこう背番号の選手を追いながら見るという楽しみもあるので、うん、あのそんなことをしていただきながら、うん、あのぜひそのポジションのごとの特徴とか素晴らしさとか発見していただいて伝えていただけるといいなと思いますね,すね女性目線でね,でね伝えられるように頑張ります。 一日一つラグビ,ビーっていうね、はい、ツイッターの話もありましたけど。庄司、はい、さん、ぜひぜひ、あの、よくファンの方から言われるんですけど、もうちょっとたくさん発信して、S. N. S. でって。その話は聞きます。そうですね。はい、ちょっと、今のところ、ちょっと発信が遅れてて。うん、それから、あの、一部公式サイトの更新なんかも遅れてて。これは大変申し訳ありませんでした。うん、で、あの、今、もう、そこら辺も充実させて、はい、あの、リアルタイムで、その、さまざまな。 そのメッセージを発信できる体制を作っていますので、うん、あのぜひその、そうした事前の発信もです、ね、ご覧いただきながら、うん、ちょっと期待を膨らませていただけるとありがたいいいなとううふうに思います,、うんですね、で先ほど庄司さんもお話しいただいたように各チームでそれぞれいろんなまた今度アイディアを出したりしていますからチームのホームページを見るとそこで練習試合の模様が見られたりとかチームからどんどん発信したりというのもありますよね。ねあのまあ、一つの特徴として あの矢野さんおっしゃっていただいたように、まあ、チームもすごくいろいろな新しい取り組みしてまして、うん、あのそれはあの公式サイト SNS それからまあ実はですねもっとこう外に出ていっていろ、うん、んなイベントにあの参加するっていうのも各チームやってますのでぜひ<ー>そうしたところでチームをあの身近に感じていただければありがたいなというふうに思います。うんうんすね、さん、まあこの ジャパンラグビーリーグワンの youtube ライブもこれは初めて第一回目ですからね、はい、なんかこの youtube チャンネルでもいろいろなんかやっていきたいですよねそうですね、うん、まあ選手の取材とかも自分の取材も含めてこの youtube ライブでねもっともっとたくさんの人が興味を持って見てもらえると嬉しいなと思いますね、うんうん、そうですね、うん、でももう五十九日後ですよ <laughs> 開幕生二ヶ月切っちゃいましたからね さあ、それに向けて、ではお二人から一言ずつ、えー、いただきましょう。まずは湯口、えー、さんから、ぜひ今ご覧いただいているファンの皆様にメッセージもお願いします。はい、はい。えっと、そうですね。リーグワンがこれから始まってって、えっと今までのコアのラグビーファンだけではなく、もっとたくさんの人にあのラグビーを知ってもらえるよう、そして私自身もたくさん勉強して、あの皆さんとラグビートークがたくさんできるようにあの一生懸命頑張っていきますので。 このリーグと含め応援よろしくお願いします。頑張ってください。はい、頑張ります。さあ、そして庄司さんもぜひファンの方にお願いいたします。はい。あのまあ、冒頭申し上げたんですが、今回のリーグ1ですね。チームがそれぞれそのゲームを主催していくという非常にあの大きな変化があって、今それに取り組んでます。はい、で、正直やっぱりそういうふうに取り組んでいる中で、いろいろ新しいチャレンジというところがありまして。 そのファンの皆さんにですね、いろいろ足りないところがあるっていうのもあの正直あります。だけどもあの試合はですね、今までにないくらいあのエキサイティングなものになること、これ間違いないです。であのぜひですね、あのその皆さんに応援していただくとともにですね、このリーグをこう世界一のリーグにする取り組みにあの参加をいただければありがたいというふうに思ってます。あの私たちから今後いろんなあのお願いもさせていただくというふうに思います。 あのぜひあの応援いただいて参加いただいて一緒にリーグを作っていっていただければありがたいというふうに思います。うんはい、ぜひよろしくお願いします。はい。1月7日からこう開幕します。その週が開幕節ということになりますね。えー、ちなみにディビジョン1というのが12チーム、その下のディビジョン2 6チーム、ディビジョン3が同じく6チーム。まあ毎年入れ替え戦というのも行われますからね。そこも楽しみです。 さあ、えー、視聴者の皆様、えー、最後までお付き合いいただきありがとうございましたそろそろお別れの時間が近づいてきました、えー、ジャパンラグビーリーグワンは1月7日金曜日これが開幕のゲームとなります、えー、開幕戦は久保田スピアーズ船橋東京米隊埼玉ワイルドナイツ場所は国立競技場です時間は19時15分午後7時15分キックオフです、えー、この開幕戦この国立のカードに関してチケットも含めて あさって11月11日木曜日の午前11時11分からこの開幕の国立のゲームのチケット発売となります、まあ、それについて順次開幕節の戦いのチケットも発売されます改めてその国立での開幕のゲームに関しては、えー、ジャパンラグビーリーグ1の公式ホームページそこに特集ページというのを設けています 開幕の久保田対パナソニックに関してですね、当日のイベント情報などもありますから、ぜひそちらご覧いただきたいと思います。そしてその他のチケットに関しても、先ほどのチケットラグビーであったり、各開幕戦のチケット各チームのホームページも覗いていただけるとわかりやすいと思います。さあ記念すべき歴史的な一瞬、ぜひその歴史の目撃者になりましょう。 開幕まであと50クリスト迫りました。それでは今回のジャパンラグビーリーグワン YouTube ライブはこのあたりでお別れです。それでは皆さんごきげんよう。ううさようなら。